はい、皆さんこんにちは、ワナルギルフィッシュです。では今回はギレネボウジオンの系譜ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までにルナ2進行作戦を発動して、すでにルナ2に攻め込める状態まで、軍を編成、進撃させています。今回はね、ルナ2の方に攻略部隊を送っていきましょう。でそれに先立ってフラナガン機関からですね、ララーの調整が完了したという報告が上がってますので、まずその様子確認していただきたいと思います。フラナガン機関より報告します。当機関で要請していたニュータイプララースーンの調整が終了しました。実戦への投入が可能です。ララーの能力はご覧のような能力値になっています。射撃と反応が15、高いですね。まあ、残念ながらエルメスが開発できていないのでリックドームに乗ってもらっています。ララーと友好関係にあるシャア、これね、連携があるんですけども、シャアはまだ地上で戦ってもらってますので、まあ、ここはララーがね単独で行動ということになろうかと思います。では部隊を送り込んでいきましょう。基本的にはもう全部隊ですね、ルナ2の方に入っていきます。ではルナ2攻略戦ですが、まずドムが21、ザクが22、これがモビルスーツ隊になります。で敵の戦力を見ると、59のユニットが入ってますね。ソロモン方面からはエギウデラズとガト、地球上空からはギレン総帥自ら出撃していきます。サイズシクス方面からはシーマが突入というね、もう盤石の体制で攻略戦進めていきます。開発の方はこの後に備えてガンガン資金を投入していきます。敵エリアに侵入しました。相当な数のユニット数だな。ルナ2簡単には落ちそうにないですね。もうこれだけの数か。ガンダムタイプも見えますし、ジムもいれば、マゼラン、サラミスも分断にそうですね。我々は3方向から出撃してますので、まあ、3方向からですね、敵を潰していきましょう。さながらダゴン星系の壊滅戦、殲滅戦という様相をね、演出できればいいかなと思います。まあ、いきなり銀河英雄伝説の話になっちゃいましたから。では、出撃していきましょう。敵が動いてくるかどうか注目してたんですけど、動いてきましたね。なのでいきなり艦隊戦になりそうですね。トワーニング、ここは防御でしのいでほしいな。こらえられないか。無才だとね、この数のマゼラン、サラミスから攻撃を受けると一撃死ですね。まあ、ただ敵の戦艦が前に出てきてくれたというのは、これまあある意味好都合ではあるので、まあしっかりとですね、リックドーム隊を出して潰しておきましょう。絶対に避けたいのがギレン総帥の死亡というところになるんですけども、ギレン総帥はねマップの右下ここにいます。なのでこのギレン総帥が死なないようにコントロールをしていきましょう。激戦になっているのがソロモン方面から侵入したエギウデラーズとアナベルガトーの部隊、ここが激戦になりそうですね。逆にですね、地球上空あるいはサイドシクス方面から進行した部隊についてはまだ敵に攻撃を受けていないという状態なので、まあ、なんとかここをリックドーム隊で支えましょう。敵も前面に出てくるのがワッケインやティアームっていうね、相当なメンバーですね。ここはバロムの無才が犠牲になるか。ララーのリックドーム、なんとかね、こらえてくれればいいんですけど。ララーが早くもやられましたね。こんなことでは、あの人を守ることさえできない。ララーの反応をもってしてもかわせないとなればしょうがない。ここから攻勢に出ていきましょう。確実に敵の補給を断つためにここにもユニット一つ置きたいんですよね。うまく部隊動かしていきましょう。
ディアンボ撃破です。お前はよくやった。まあ、ただもう連邦軍もジャグローとルナツーしか拠点がないという中で、顔つきキャラクターがもう大集結してるっていう、そういう状態ですね、このルナツーに。なんとかここを突破してルナツーの攻略で進めていきましょう。目の前の敵を砕く、それが目的だ。これガトーの今見ていただいたのが白馬図鑑ですね。ここは残ってほしいな。白馬図鑑装備のザクの部隊ですね。よし、残ってくれた。これであればまた白馬図鑑が撃てる。もう死の子の言ってられないので、白馬図鑑をどんちゃかどんちゃか撃っていきましょう。敵も大部隊なので、核馬通過を惜しみなく撃っていきます。 G3 ガンダムにヤザンとバニングタイが乗ってるとかも絶望的な強さですよね、きっとね。このマシンの弱点を知っているとでも言うのか。まあ、数では互角なんですけど、モビルスーツの質で言うとね、まあ、こちらはリックドームとザクなんですけども、向こうはもうガンダムタイプしかも量産してきてるので、決して有利な状況ではないね。かかりすぎることが幸せなので、核バズーカを使っていきます。おお、来るか。荒野の陣雷の戦いを見せてやる。ここはジャマイカンを撃破。宝石を焦って命を落とすのは愚か者のすることだ。あとガンダムタイプというか、まあ、RX シリーズの場合だとコアファイターとしてまたね、生まれ出てきますからね。その辺りも、まあ、煩わしさはあるかなと思います。ここが核バズーカぶっ放していきましょう。核バズーカ使った場合経験値は入ってこないところはありますが、まあ、それでもそれ以上に今苦戦している状態なので、この状況の打開という意味では核バズーカをね使っていっています。ここはバロムが沈むかな。デラーズはなんとか持ちこたえてほしい。デラーズの中には核バズーカ撃った直後ではありますけども、ガトーが搭載されている状態なので、エギューデラーズのチベは残ってほしいかなというふうに思ってます。ここはバロムのミサイが撃沈されます。残ってほしいのはでもここよりもこの後のエギューデラーズなんですね。持たない、脱出する。ここ残ってほしい。ここ残れないと中にリックドームが2、あとは核バズーカ搭載のザクがやられちゃいますね。どうだ、残ってくれるか。残れないデラーズ・カックがこれで撃沈ですね。ここで一気に3機のモビルスーツ搭載したままゴーチン。核バズーカーを装備したザク、3機いたうち最後の1機これから砲撃します。これでまた数を減らせればまだまだ巻き返せます。勝利っていうとはヤザンとバニング隊を撃破しました。ここもプロトガンダムが2機いるっていうね。いや、これも強いですよね。さあ、これで最後の核ガトーが打ち込んだ。どれだけ削れるかですかね。核バズーカこれでどれだけ減らせるか。いや、だいぶ減らせたな。さすがガトー。
一気に形勢逆転できましたね。連邦軍の残り部隊数26、ジョン軍側46と一気に逆転しましたので、このままルナツー攻略進めていきましょう。報告いたします。我が軍の南極条約違反に対し各勢力から抗議が寄せられており、核バスーカを使ったことへの反動ですね。まあちょっと外交で援助してご機嫌伺いしておきたいと思います。援助していただけるのですか。ありがとうございます。まあ、敵味方ともに今消耗戦という状態になってますけども、なんとかこのまま力押ししていきたいなと思ってます。まあ、ただ陸軍隊がやられてですね、味方が主にザクになりつつある状況で、敵のガンダムタイプを相手にするので、ね、結構しんどいですね、やっぱりね。あとは、まあ、ザクの数でね、押し込んでいきましょう。敵は浮き足立っている。ここにはね、偏見艦長もいたりするんですよ。支援攻撃ではグワジンのギレン総帥からも攻撃が出てるんで、まあ、こういうところでね、敵の戦艦沈めていければいいんですが、逆に無才が落とされましたね。よっ、偏見艦長も昔はこんなんだったんだな。ゼータガンダムの時よりもさすがに幾分若々しく描かれてますね。出撃したリックドームの実に8割近くを失いましたが、これで、ルナ2の攻略完了になります。残されたジャブローのね攻略を行って、第1部をね終了していきましょう。ただこの様子だとジャブローも相当苦戦しそうですね。まあ、ドムをあるいはズゴックをもう少し数増やしてジャブロー攻略に備えたいと思います。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ギレン閣下、ルナ2の攻略は成功しました。サイド7は我々の手中にあります。ルナ2攻略作戦の真の目的、第2次ブリティッシュ作戦を提案します。はい、というところで今回はね、じゃあここまでにさせていただきたいと思います。第2次ブリティッシュ作戦は今のところやっていこうかなと思います。今ルナ2の攻略戦見てもらった通りですね、かなり苦戦をしたので、第2次ブリティッシュ作戦でジャブローの戦力ある程度数減らしてからでないと厳しいかなと思うので、ちょっと一晩考えますが、ジャブロー攻略戦発動の前にブリティッシュ作戦は発動しようかなというふうに思っています。